やちょっとでもあのフェイト半分ぐらいまでいってるからもったいないもったいないんだけどな、シールドログでこいつを引っ張るってことができないからな。よし、一匹殴ってこっち連れてこよう。でもあと20秒で終わりなんだよな結局。あ、厳しいね。そう、あのキャプチャーソフトをこう一回切ってたから。よし、いや、これでもう逃げよう。あと10秒だ、どうせ。あ、これだ、これサバトンもらえる。ここで剣術師、不術師、ナイト、戦士、暗黒騎士、ガンブレイカー、これがタンク装備でございます。はい、これはファイター装備。ちょっとスクショ取っとくわ。でもお金もらえます。 NQ だしね。とりあえず、でも初心者の館まで行くったってな。それまで装備壊れなきゃいけない。チェラータとかもらえるんだね。あ、やばいやばい、このまま素直に帰ってしまったら、せっかく飛ぶ心理まで来たのに交換しないで帰るとこだった。っ、食料の調達って、はい、あれか、さっきのあいつらか。食料、違う、ハザー、バザードとシックシェルと、うんうん、スカフィテ、スカフィテ、食料の調達してきてほしいって言われた。鶏肉と何ですか、と。あの肉機、肉機バザードの肉だね。これなんだろう、これシックシェルは。まあなんか甲殻類ですね。粒みたいなもんかな。粒、いや食感的に、いや違くね。シックシェルから、シックシェルの足って書いてるのか、あれ甲殻類とか。なんかカニとか、カニとかか、聞いたない。あ、俺食えないの、カニ、エビカニ無理だ。甲殻類って言うたやん。あ、そう、ごめん、甲殻類が分かってなかった。あ、そう、あの硬いやつね。そう、硬いやつ、硬い殻があるやつね。そうそうそう。そっか、エオールズヤの人たちこんなの食べるのか。食べるらしいね。でもこう冒険者がこうさ、必死こいて倒せるぐらいなんだからさ、結構食料調達大変なんじゃない。大変だね、きっとね。だって結構これ、まあ、レベル13だけどね、うん、このお姉さん相当筋肉ムキムキで強いと思うよその人が結構全力で剣振り回してね、ようやく倒してんのに。あ、スカフィテってこれか。これは何なんだろう、スカフィテの刺身。これが粒みたいなもんかな。これもこう、あ、貝的、貝類なのかな、貝類的な、粒とか。でっかいけど、ね、ちょっとグロいけど、めちゃくちゃでっかい、あのホッキ貝とかホタテみたいな食感かもしれない。うん、一応水辺にいるからね。だとしたらちょっと美味しいかもしれないよね。でかすぎる。なんかちょっと生臭そうだけどね。だってなんかね。でもこれを美味しく食べれるなら。なんだろう、こうそこそこ強い人がいてくれたらね、うん、取り放題だよね、ここでっかいし結構な食料になるんじゃない、これでかいから。よっしゃー、ふぅ、結構なお使いですな。ねえ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 、見て見て見て、うん、エッタとリーンが合体した名前の人いる。はいはい。で、はい、調達してきました。これで殴られずに済みますって。なんか大変だな、この村広いものでしょう。盗賊が大きな顔で好き勝手し放題、私たちは怯える毎日です。近くのホライズンやベスパーベイを警備している同人団を私たちのような貧しいものを守ることなどまるで、いや、かわいそうだな、それ。だって奴らこそが元凶なのですから。うん、やっぱりレベル10になったら、あ、トト、あクラスク受けといて。よく来たアルファード、少しずつその手に懸念が馴染んできたようだな。はい、あ、いろいろこれ一応教えてくれんだ、敵士とはとか。まあ、剣術師の最大の目的はこの敵からの敵士を自分へと集中させること。自分はもちろん仲間に向けられた敵士もな。いいこと言うじゃんそうなんですよ、タンクはそういうものなんですよね。それにより敵の攻撃にさらされた
か弱い仲間の危機を救うことができる。つまり要約すれば身代わりだな。そうかな。ね、そういいこと言うじゃん。目の前の敵を倒すことだけは我々の役割ではない。敵死を受け負い仲間を守る。それが剣術師だ。そうだよそうだよ。ゴロツキーどもにアピールして、いやなんかそういうことじゃねえよな。アピールってどこだ。アピールどこだ。平手打ちしてっか。やべえ。バチーン。あ、なんか言う、あれ、あ、何も言わない。何も言わないから。じゃあ、え、アピールってどこにある？あった。そう、入らんとアピール一本前に出ちゃうんだよね、これね。あんだ、俺がなんか悪いことしたってのか。ふん、分かったらよ。消えりゃいいんだろう。消えりゃだって。やっぱり不術師だよ。から悪いの。なんかね、初期の頃のね、あの、なんだ、剣術師のクエってなんか他のジョブギスリがすごいんだよ。なんかそうか、そうだったかもしれない。そうだったかもしれない。どうしてだろうね。大体なんか悪い不術師あれだよね。リムサから来たルガティンみたいな感じだよね。ミツキの悪い不術師。風評被害って。でも結構ほら戦士スキルも野蛮だったから。それがスキルやってたんだけどね。うん、あんだよ邪魔すんなよ。こいつが海の男をバカにするもんだからよ。ふん覚えとけよ。あとはまあそんなにバカにしてないと思うけどな、きっとな。うん、大柄な不術師。なんだお前こいつの連れか。何、乱暴な男は嫌われたと。ち、おかげで今日がそがれちまった。あばよ。誰の連れさ。ああ、このなんかエタちゃんみたいな顔した人。なんか何も言わないんだね、これ。何も言わないね。ここにもいる。誰だこれ。姉ちゃん、なんだよこの酒は。ウルザハの酒はションベンよりもまずいぜ。そんなわけはないでしょよ。ションベン飲んだことあんのかい。言うと思った絶対。よしよし、まあ、お酒俺も美味しいと思って飲まないけどね。なんだ俺を誰だと思ってやがる。泣く子も黙る無敗の衛兵団最強戦府派サイ軍団の切り込み隊長、疾風怒涛のファルムルター。知らん。なんだってめえその反抗的な目は。やろうってのか、面白え。斧のサビにしてやら。斧のサビ、あ、これで出てくんのか。あいつこの人そうね、なんかいたねこんな人。いましたね。若干筋肉さんに似てるっていう。なんだってめえ俺を誰だと思って。疾風怒涛のなんとこだろう。ひらがなっていう。俺の斧で勝ち割られたくなかったらさっさと。すごい腕輪だな。その剣は もしかしてフレンジ、まさかあんた剣術師になるざるの双剣。あなたさ、はい、なんでそんななまってんの。なまってないよ。やめてくれよみっともね。でもパーティーの行ってんだ、手伝ってやるぜ。失礼します。下駄履いてっけどね。パーティーだったらダンスの一つ戻れてんだ。へえ、お前ひよっこ剣士ってことか。クソー、もともとレベル80だぞこんちくしょう。はいはい、バカだから授業だけ悪いよだな。そういうやつは嫌いじゃない。聞いたぜ。ある、はい、お前の同居者だがとっくに廃業。どういうこと。最も探すのは主に可愛い子ちゃんだがね。ああ、清潔なシーツと抱き心地のいい女。へへ、ようこそウルダハ。何これ、なんていうのこれ。ほう、拉致？わかんないや。報奨じゃないか、わからん。読み仮名振ってほしい。ああ、チョコボ、チョコボが欲しい。チョコボね。チョコボだって乗れんのってイフリート倒した後じゃなかったっけ。レンタルチョコボだったら行きだけなんだよな。そうなんだよね。そして剣術シギルドのミラにも仕方ない、走ってくか。大
大変ですわ、移動でこんな時間かかるもん。最初って大変だね、意外とね。うん、なんかだからさ、こう先に進めてる人たちってやっぱり言うじゃん、うん、なかなか進めらなくてね、うちらがね、うん、チョコボ乗ってるの超羨ましかったよね。うわーチョコボ乗ってるーっつって。でもメインクエがレベル14だったから、うん、まだ先か。いつ三国回れって言われんだっけ。サスタシャより前だったっけ、後だったっけ。いや、サスタシャよりは前、三国回って。じゃあそろそろ言われるんじゃない。だって三国回らないとサスタシャいけないでしょ。あれ西ラノシアでしょ、あそこ。ああ、そっか、そう言われればそうだ。で、怯えた商人、暴漢に襲われてチョコボが逃げ出してしまった、追って荷物を取り返してくれ。はーい。わあ、またいいですな、この景色も。なかなかなんかマウント乗ってる人いたな、気のせいかな。あった、狙われた荷物。あれ、レベル4の呪術師出てきたぞ。あ、そっか、レベル5ぐらいのクエストか、これ。ああ、そうですね。そっか、よかったよかった。あ、アーススプライトがなんか対象だ。わーい、レベル上がりそうだけどな、これ、この辺で。まだかな。あ、結構経験値ばいってますね。結構いってるんですよ。あ、3体か。とりあえず12になったな。あ、なんかチョコボいる。あ、レイズ覚えた、レイズ。チョコボ乗りたいな、これ。あ、疾風怒涛のハムルム出てきたよ。あ、出てきた。レベル5だよ、こいつ。しかも、あんだけなんかでかい口叩いてたけど。もうスタンサしちゃう、無駄に。やったぜ、倒したぜ。ほら、ほら、踏んづけてやる。どっかにアース。てか普通に出てくるんだ、そいつ。ね、知らんかった。アーススプライト、あ、いた。わ、いた。ゴブレットビュートのクエストが出ちゃってるな。まあそれは後でいいや。よし。あなたがさっき寄り道してたやつね。うん。まあゴブまでちょっとテレポっていうか、あれできるようになっておけば楽は楽だけど。ねえ、メインキャラの、多分これサブキャラだから家買えないもんね。アパルトメントは買えると思うけど。ああ、アパルトメントしか買えないかな。ねえ、だよね。多分前は変えたけど、筋肉さんのお家はね、筋肉さんは持ってるけど、あれまだサブキャラで変えなくなる前だから。うん、いや、てかせっかくここまで来たから、アーススプライトもう一匹ちょっと倒してきたな。あれ、そうだよね。うわー、すごい綺麗な夕日。ちょっとこのスクショを撮っとこうかな。いいね、このハイランダー夕日。いいねこれ。後ろ姿好きなんだよね、俺これ。そうなん、結構。よし、あ、レベル分かんなかった。やった。なんだ今の、バシュンって。あ、剣術師ランク1のやつが終わったんだ。おお、ってことはさ、あそこのジャイアントトータス対象になるんじゃないかな、うん、マジで。確かさ、覚えてないんだよな、討伐手帳。あ、この辺、こっちにいるカクターがこれだ。この、あ、ジャイアントトータス対象だ。あ、対象だけど倒せるかな。レベル12だからいけそうだな、あいつ。レベル12か。とりあえず1匹倒しとこう。なんでユキさんとこんなに差ができてしまったんだろう。無駄にサブクエとかやってたっけか。ハイランダーですから。ん、ハイランダーですから、ね、ハイランダーだから何。ハイランダーだから早い、うん、関係ないね。関係ないですか。関係ないね。あー、落ちた。お、たげられた状態で落ちたけど死なかったな。まあ、高さが大丈夫だね。うん、まだ。ジャイアントトータス。でも別の敵にたげられて死にそう。よしよし。あれ、まだジャイアントトータス何匹かいたよね。結構ね、ジャイアントトータス数少なかった気がする。そう、少ないんだよね、うん。ポツポツっとなんかいろんなとこにいるんだよね。なんだったらリポップするまで待ってた方が早いぐらいかもしれん。マジ？うん。アーズスプライトこの辺にいっぱいいたわ。あるある。まあいいや、なんかのついでに今度倒そう。もうウルダハの近く。あ、じゃあ中央図なんだこれ。なんだよ。いやー、もうほんとフェイトマジ邪魔くさい。
何私がメインクエやってる時にこう拾ってこい的なやつなんだけど、うん、そこにフェイトが湧いてしまって、なるほど、ね、フェイトの敵がめっちゃねちょっかかけてくるんですよ。それは大変だ。うちの可愛い子に、うちの可愛い子ね、まだ、うん、何かを言わないってことでしょ、うん、これでもどうだろう、動画的に何話ぐらいになってんだろうね。飛ばしていいんじゃないですか。いろいろまあ飛ばせるとこ飛ばすけど、喋ってるとこは ゆるーくね、うん、なるほど。コメント来てたよ、一見あの第1話で来てました。なんかゆるい感じが良くて聞き流してますみたいな。ああ、なかなかこんなゆるいねえクソ動画やってる人いないよね、多分ね。クソ動画って言わない。いや俺自分の動画のことクソ動画出てるから言ってもあ、そうなの。だってもう基本的にほとんど誰のためにもならないでしょこれ。一応初心者さん、そうかな、じゃないの、違うの、うん、どうだろうな。コンセプト基本ないからね。ないんだ。なんだろう、こうあくまで、うん、うちらの日常っていう。なるほど。そうで、よかったら好きな人は見てねっていうぐらい。なるほど。いやちょっとフェイトの敵また来た。すごいね、そのクエスト報告するとこまで追っかけてくるってうざいね。あー、おいち、よかったね。いるか、つげん、いらない、いらない、活源をいらないだなんて信じられない。いや今はいらないっつってるだけじゃん。あやべ、ここ死ぬ、強い敵。じゃ画面が映せなくて申し訳ないんですけど、マソラさんが死にかけてます。めっちゃ逃げてる。いいじゃん、ケアル使えんだから。レベル30だよ、そりゃ死ぬわ。あ、それはやばいわ。さすがにそれケアル使える使えないとかそういう話じゃないわ。それ問題じゃない、よく生きてたなってレベルだわ。よし、これでバスター、急いらず、いやでも今さらもらっといてもな。ちょっと初期装備でちょっと頑張るわ俺。なんで、いやなんかここまで来た意地で。あーでもマクア、あレベル上がったじゃん、マクアフィティルもらえるな。これも不思議だよな、ジャケットとか手にもらえるんだよね、これファイター装備じゃん。うーん、ねえこれちょっとどうにか直してほしいね。結構勘違いしちゃうよな。でまあ、もう初めのっちゃ そのぐらいの装備で乗り切れるでしょみたいな。あ、乗り切れちゃうけどさ、うん、これは中央か。よし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 、マウント乗りたい。いやー乗りたいね、マウントまで長いな。一体第何回でマウント乗れるようになるかね、うん、まあ、その頃には我々2人ちゃんと画面に映って進めてるのかな。そりゃそうじゃない。あ、ジャイアントタスいた、ラッキー。あと何匹さ、これラストじゃないかな、うんうん、おっしゃー、キー、ごめんなさい、ごめんなさい、殺さないで、この野郎。うー、また遠いところ。意外と初期装備でもどうにかなるもんだな。歩いてたらいきなりお前アルディスかなんて意味不明なこと言われて襲われたんだ。あ、それかわいそう、似てるしな、装備が、装備が色違いで、ミラに報告だね。髪型とか全然違ったけどね、うん、明らかにミッドランダだったけど。そうそう、ミッドランダだよね、あいつハイランダーだもんね。なんかでもこのめんどくさい剣術師のクエストがこの報告で終わるとは思えないんだけどな。だって終わるマークついてないもん。ほらなんか出たもん。襲撃犯の討伐ご苦労だったな。どうやら犯人グループは刻印の森から流れたシェーダー族の衛兵なのし、きっと故郷での食い詰め、目先の金欲しさにゾナランに流れてきたんだろう。傭兵団も一歩間違えれば盗賊団と変わらんな。しかし妙な話だな、剣術師ばかりを狙った犯行というのが消せない。一体奴らは何が目的なんだ。モンスター。うわ、アビールみたいな人来た。例のシェーダー族の槍術傭兵団がブラックブラッシュ近郊に出現したとの報告です。やつら複数いたのか。よし、アルファードの乗りかけた船だ、お前にさらなるよ。いやークリアさせてくれよ。あ、ひどいこと言われた。今度の戦いはアルファードだけでは心もとない、先輩であるお前が共に行き討伐の手助けをしろ。すいません、新米の森ってやつですか。いいでしょう、可愛がってやりますよ。なんか腹立つな。いいか、ま、アルファードブラルバハ、まだレベル低いからさ、ね、今回は敵味方の双方が入り乱れる集団戦になる。相手の敵地を引き継げることを忘れるな。なんかこのブルースの方が
ねえ、いい装備してるけどね。うん、セーダー族のジャナ槍を、横島の槍かな、ジャナ槍かな、その剣で叩き折ってこい。なんか剣の使い方間違ってないか、うん、叩き折ってこいって。あ、これで私は私でこっちのクエストやってるからさ。そっか。あ、てかメインクエが2個出た。ブラックブラッシュまで飛んで走るか。